皆さんこんにちは、司法書士 YouTuber の加用まりのです。今日はですね、私が司法書士 YouTuber として司法書士の未来を語りたいなと思っています。司法書士というとですね、インターネットを見ればすごくね、ネガティブな情報がすごい多いんですよ。やっぱりまだまだで、一番言われてるのは AI 問題ね。AI にとって代わられる職種の典型例なんじゃないかと、代書業務は。そんなことが、よく言われています。それからですね、受験生が、どんどん減っていってしまっているというね、そういったネガティブな情報だけじゃなくて、現実の数字としても、現れてしまっているという傾向があります、ね、こういったのももちろんあるんですけれども、ただですね、それは、従来の司法書士というふうに考えた時にはですね、 AI にとって代わられるというのはそれはもちろん当然のことで、そうじゃなくてですね、もっと今はね、時代とともにネガティブなことを言われているんですが、司法書士も変わっていっているんだということを、ちょっとね、未来としての予想としても、紹介したいですが、ポジティブな要素としてですね、司法書士ってものすごくですね、多様性のある働き方というのができます。で、私のですね、動画でも常々、いろんな、ね、働き方があるということをご紹介しています。独立してね、勤務するもよし、独立して事務所を、自宅とかで登録してフリーランス的にね、受けたい時に受けるとか、そういうですね、働き方もあるし、今だとですね、組織内で働く司法書士っていうのが最近増えています。で、うちのチャンネルでも組織内で働く司法書士のね、給料とかも取り入れているんですが、企業としても法律知識のそういったね、専門的知識を欲しいというふうに思っている企業も多くて、その選択肢に司法書士が入っているというのも、これもまた一つの現実であります。それから、組織内司法書士で働くと、組織内司法書士として働くという多様性があったりとか、それから少子高齢化に人口減少のですね、日本なんですが、相続、そんな中で相続手続きというのはこれからどんどんね、統計的には増えていくと、そういった相続専門特化型のね、事務所に移行してですね、成功している事務所っていうのが今多数、あります。今までね、投与業務全般というふうに何だかね、ぼんやりと歌ってた事務所が相続専門ですと歌って、取り組むという事務所がどんどん増えてきているのも、あります。それから、関西代理、関西版のね、訴訟代理人となれる資格があるので、これを生かしてですね、やっぱり弁護士に頼むことではないけれども、訴訟したいと、ネットでもね、情報がですね、自由に取れる時代なので、そういったのを見て司法書士を頼るという人もいます。私も関西代理店をね、フルに活用しております。それからですね、組織内司法書士とまではいかないけれども、法務部門をアウトソーシングしたいよという人がですね、司法書士を顧問として使うという、そういったですね、こともあります。それから各種コンサルとかね、司法書士がその経験と知識を生かして、いくらでもですね、多様性、ある、ね、働き方ができると。で、現実にやっていて成功している事務所もあるわけですね。で、ただですね、多様性があるというのは本当にやっぱ司法書士のいいところではあるんですけれども、それはすなわちですね、競争をしていくということを意味します。なので、昔だったらね、司法書士に合格すれば当期の仕事があるよと、ね、合格すればイコール食べれるというですね、時代があったんです。あったそうですだけれども、今はやっぱりそういうことじゃなくてですね、合格したからといって、すぐにですね、銀行に入れるわけでもないし、銀行から仕事もらえるわけでもないわけですよ、ね、挨拶状なんか昔の、ね、監修かなんかわかんないですけど、独立してね、もうなんか独立してお金ないのにね、送ってる人とかいますけれども、そんなんで仕事が取れる時代ではないわけですね、今は。で、だからこそ常にですね、勉強し続けなきゃいけない。それはやっぱりお客さんにとってもいいことだと思うんですよ。専門家がね、勉強し続けることというのは。なので、競争を求められるというのはいいことでもあるし、司法書士を目指す人は、そうであってほしいということも含めてですね、今後司法書士を目指す人は司法書士になってもですね、常に勉強し続けられるよというような人しかやっていけないんじゃないかなと、そういう未来だと私は思っております。だから受かればね、いいよみたいな、そういった多分時代は、別に司法書士関係なくても弁護士もそうですけど、そういう風になってると思います。
常にですね、あの世の中のニーズにアンテナを張る、あのうちのチャンネルでもね、あの弁護士の便乗ビジネスモデルはどうなんだとかいうことも取り上げてはいたんですけれども、やっぱりそういうことだと思います。だから司法訴訟というのは、あの当然代償屋としての司法訴訟は AI で取って代わって死んでいくと。ただ、多様性ある働き方、これを追求する司法訴訟は当然勉強していく司法訴訟で、競争して、当然生きていく司法訴訟と思うので、これから、ね、目指す方とか、今ね、司法訴訟受験してるよとかいう方はね、ぜひそういう、まあ、未来ですよということはね、頭の片隅に置いておいてほしいなと思います。私も司法書士としてね、まだ受かったばっかりで、なんかあんまり偉そうなこと言えるわけではないんですが、あの司法書士 YouTuber としてね、なんかこう人と違うようなことをやっていてもなんとかねやれていて、しかも相当楽しいので、そんな私を見て皆さんもね、多様性ある生き方を、ね、していただければと思っております。ということで今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。